はいこんにちはやーすです、えー、とこのチャンネルはですねまあ僕が延々と独り言言うっていうまあそんなチャンネルです。まあもしよかったらちょっとチャンネル登録の方をお願いしたいと思いますと。で今日話すのはあの睡眠薬まあ僕飲んでるんですけどちょっとその使い方を間違ったなーっていうのをまあその話をしたいと思います。で結局その なんだろう突然ある非日,日常的な出来事にまあ僕は巻き込まれで、まあ、次何が起こるのか分かりませんっていう状況の中でも僕は睡眠薬を毎晩飲むっていう習慣をやめないで、まあ、のの飲み続けたわけですよ毎晩。で頭の中の半分ではいやこれって多分やっちゃいけないことだよねって思いながらも。 もうどうしても寝れないっていう状況もしかしたら寝れないかもしれないっていう状況に耐えられないなんかもうそっちを選ぶ選択肢が自分の中には結局なくてまああの睡眠薬は予定通りいつも通り毎晩飲むっていうことをその状況下でも続けてで結構そのなんだろう まあ、非日常的な状況下にいたんで、結局まあ,あの炭火く飲んだにもかかわらず全然眠れないっていう。まあ状況になってたんですよ。で、まあ、それは結局何の問題もなく、えっ、ー、と日常に戻ることができてで、その後こう。まあ、メンタルクリニックの医者とあとはまあ、カウンセーラーとまあ、その話をした時に。 やっぱりそういう状況下になったら睡眠薬は飲むべきではないですよねっていうふうにまあ投げかけたらうんそういう時は飲んじゃダメだよって言われたのであのまあ頭の中で半分分かってたけどでそういうふうに言われることも分かってたけど、まあ、飲むっていう選択肢をしたっていうまあお話ですとでこれちょっと2つに分けて話すんでとりあえずどんな状況だったのかっていうとまああの 別の動画でも話しましたけど僕、まあ、2024年の1月1日に、まあ、富山県の富山市にいて、まあ、あの大地震が起こったじゃないですか。でこれ結構その関東に戻ってきて友人と話をする機会があった時に「あ富山でもそんなに揺れたの?」って能登半島だから結構離れてるじゃんってまあ言われたんだけどむちゃむちゃ富山でも揺れたんですよ。 でたまたまその一緒にいた海外の友人が揺れてる時のまあ写真をあ動画を撮ってたんで見てたらあむっちゃ揺れてんじゃんすごいギシギシいってるじゃんっていう状況で,で、まあ、結局その余震も延々と続いている状況で、まあ、当時は次何が起こるかわからないで地震を体感すると通常の地震じゃないっていうのはもう感覚的にもう理解ができるぐらいやわかったんで、まあ、次何が起こるかわかりませんっていう状況の中でも。 いや僕は寝たいと夜になったらちゃんと。でこのまま睡眠薬を飲まなかったら寝れないことはほぼほぼ確定だしでかといって何か起こった時に何か寝てますってなったら、まあ、死んじゃうかもとか,なんか周りに迷惑かかっちゃうかもっていうのは半分頭の中にあったんだけれどこのお話はちょっと後であっで別の動画でします。 ただまあ結果的に飲んでもあの脳みそがもうハイパーアクティブ状態になってたみたいで結局ほとんど睡眠薬が効かず寝れなくて、まあ、最終的にその寝れるようになったのはまあその関東とかそっち系に戻ってきてからなんですよね。まあ、今でもちょっといろいろ影響が出てるんでそれをまたさらにまた別の動画にしますけど。まあ、何がいいのかっていうとう あのー、まあこうい,いろんなこう、まあ、メンタル系以外でも何でもいいんだけどこう、まあ、病気の疾患を抱えていて、まあ、日常的に服用しているあの薬がありますよでちょっと遠出をしなきゃいけません旅行にし,しなければいけませんという時はやっぱりちょっとエキストラで持ってった方がいいし。 で特にその睡眠薬系に関してはあの何が起こるか分かんない非日常的緊急事態は飲んじゃダメですよっていうお話です。でまああの明確に、まあ、医師そしてカウンセーラーの方からも答えが来たんで、まあ、似たような状況になったら、まあ、僕はまたなんだ同じ過ちというか睡眠薬を飲むってことはしない。 と思うし多分絶対しないと思うんだけどうんなんかね半分型までわ分かってたんだけどどうしても寝たかったんだよね。まあ、なので何が痛いのかっていうと,、えー、と「日常的に飲んでる薬があったらエキストラで持ってきます」でもしエキストラで持ってってまあそういうちょっと非日常的な状況に巻き込まれたとしたらそういう。 睡眠薬系は飲まないっていいううう選択をしましまょうっていうことこです結局仮に夜にあの時何か起こってて、まあ、例えばホテルからどうしても出し続しなければいけませんってなった時に仮にその睡眠薬が効いた状態だったらやっぱいろんな人に迷惑がかかっちゃうわけだからで今ならわかるんだよねで結果論的にいや起こんなかったから大丈夫じゃんっていうこともできるんだけれど。 まあそれは結果論なわけで,でこういう場合その時どういう過程で決断を下したのかっていうのがまあ将来また似たような状況にまあ遭遇はしたくないけれどあのもしそういうふうなものに遭遇した時に同じ選択をしないっていうことができるので。 なのでちょっと皆さんはあのもちろんそういう日、まあ、日常的災害に巻き込まれないっていうことがあの好ましいのですがちょっと人生何が起こるか分かんないんで睡眠薬とか地形のお薬の取り扱いには気をつけていただきたいなと思いました。そんなな感じかなじかゃあねババイバイ